横浜 DNA の三浦大介監督50沖縄儀の湾のキャンプ地で独占インタビューした。2年連続 A クラスの成績を残した番長は今季4年目のシーズンを迎えるが、エースの今永翔太30がポスティングによりカブスに移籍。メジャー復帰を熱望しているトレバー・バウアー33との再契約もまだ不透明など、 大幅な戦力ダウンの中での戦いを余儀なくされることになる指揮官の心境に迫ったユニオンですからスタジアムギノワンと名前が変わった球場内にドラフト1位渡来のビブラートの効いた大声が響くチームキャプテンに就任した昨季の打点王最多安打の巻が存在感を示しここ2年怪我などでほとんど戦力にならなかったオースティンも契約最終年になって見違えるように元気だ 打撃フォームの改造に手をつけた佐野はキャンプ最初の紅白戦から志願出場した。昨季打率326で首位打者の宮崎、ヤマトら一部のベテランは、奄美の B 班での調整となっているが、優勝した阪神の岡田監督が警戒する打線は相変わらずリーグトップクラスの陣容である。だが、一方で投手陣は不透明だ。昨季22試合。 148回を投げて7勝4敗、防御率2.80の今永がカブスに移籍。19試合、130回3分2に登板し10勝4敗、防御率2.76の成績を残したバウアーもまだメジャー復帰を模索している。三浦監督にとって4年目のシーズン、就任初年度は最下位に沈んだが、その後は2位、3位と2年連続で A クラスをキープし、 26年ぶりの優勝へ向けて今年のチームスローガンを、横浜進化、と定めた。昨季は、あと1勝で惜しくも3位に終わりましたが、優勝した阪神とは12ゲーム差が開きました。その理由はどこにありますか後半戦、特に7月が悪く、そこからガクンとして踏ん張りきれませんでした。9、10月で阪神とのゲーム差が開きましたが、チーム状態が悪かったわけじゃなく、 加速できなかった。確かに最終的な順位で阪神とのゲーム差は大きく開いたが、年々、選手が力をつけているのは確か。順位は落ちたが、勝率は上がっています。518,529。ただそこを目指しているわけではない。一番上に立たなければならない。年間を通じて、体調だけでなく、調子を含めて、コンディションをどう整えるか。 そこだと思っています。今永が抜けました。穴をどう埋めますか今永の代わりはいません。枠が一個空いたわけだから、そこに、俺が、と思う選手が出てくることへの期待もあるし、こちらが作っていかなくてもいけない。使う側としては、今永の穴を一人で埋めなくてもいいんです。今永の148イニングを70。 80イニングと二人で埋めることも考えてやっていかなくてはいけない。若く期待する選手はたくさんいます。具体的に、どんなローテーションをイメージしていますか正直言って、今ローテーションではっきり決まっているのは東、最多勝最高勝率、暗い。だが、去年は石田、浜口、大抜きが本来の力を出しきれなかった。まだ一軍経験はないが、 3年目の小園と深沢がファームで実績を積んで今キャンプに来ています。先発では新外国人のジャクソン、K がいて、ソフトバンクから来た森、オリックスから来た中川の2人も今のところ先発で準備しています。森はソフトバンクで実績のある投手、先発に転向したのは昨年からで、本人は先発でも中継ぎでもどっちでもやる、と言ってくれています。 非常にボールに力があり、ブルペンでもいいものを見せてくれています。三浦監督が今への穴を埋める先発候補として名前を出したのは6人。深澤は千葉の仙台松戸高から2021年にドラフト5位で入団して3年目の右の変速サイドハンド。昨季はイースタンで6勝6敗、防御率3.28の成績を残し、球速も145キロ近くまで成長した。 対外試合の初戦となる12日の中日との練習試合に先発抜擢され、2回を1アンダム失点に抑えた。カットやスライダーなどの変化球を駆使した抜群の請球力が自慢。同じく3年目の小園健太は三浦監督の背番号、18を継承したドラフト1位。また先発候補の新外国人を2人獲得。ジャクソンは最速157キロの触れ込みの長身右腕で、 11日のライブ BP では、早くも149キロをマークした。K は最速150キロのフォーシームを高めに使って三振の取れる左腕。ソフトバンクでかつて絶対的守護神として君臨。昨季から先発転向した森、オリックスのアンダースロー中川の2人の戦力外の男の再生にも期待を寄せる。ブルペンもエスコバーが抜けるなど再編の可能性がありますね。 クローザーは森原になりますか抑えも白紙です。決めていない、キャンプ、オープン戦をしっかりと見て決めていきますが、1年、固定できるのが理想です。新外国人のウィック、ドラフト2位の松本もリリーフで準備しています。石川、宮城もいいものを見せてくれている。投手は多めに一軍キャンプに呼んでいるので先発も含め競争になります。クローザー候補は、 昨季途中から任された森原に、山崎の守護神復活。昨季防御率1.66。33H の結果を残したウェンデル県新外国人のウィックの4人だろう。ウィックは3人の新外国人のうち一番のメジャー実績を持つミニューで。パドレス、カブスなど、メジャー5年間で通算146試合に登板し6勝10敗 20S。16H。 防御率3.82の数字を残して脱つ三振率が高いのが特徴だ。154キロのフォーシームにナックルカーブ、カット、スライダーなどが持ち玉でボールは低めに集まり制球力もある。また左腕の石川、宮城の育成出身コンビに現役ドラフトでロッテから移籍した佐々木。ドラフト2位の変則ミニューでの松本らが中継ぎの新戦力として期待されている。 注街の状態、メジャーを最優先に考えているみたいですから、その結果を待ってからですね。去年1年間、一緒にやって、マウンドでの実力もそうですが、登板と登板の間のマウンドに上がる準備の仕方、つまりメジャーで実績ある投手が、マウンドに上がるために中4日の間に、これだけの準備をしているというものをチームに見せてくれた。 他ののににととっってもすすごく勉強になったと思います今年も一緒にできればという気持ちは当然ありますが今は待つしかないですねバウアーはメジャー復帰を熱望 FOX のニュース番組に生出演してメジャーを追い出される理由になった性的暴行事件について語りこれまでの行動や発言について懺悔した また約1億円のメジャー最低保証年俸でプレイするとまで SNS で訴えたすでに告訴された相手女性とは和解しているがメジャー球団の拒否反応は強く今のところオファーは一つもなくメジャー復帰の可能性は低いヌブ復帰となれば横浜 d n a が最優先される方向でバウアーが今期も横浜 d n a の一員になることは濃厚だが三浦監督は 今は計算には入れていない、という。もし来てくれれば非常に大きなプラスですが、現状バウアーがいないという前提で準備しています。過去にエースの前田健太がドジャースに移籍した広島が、その翌年の2016年に25年ぶりの優勝を果たした。前年5勝だった野村が16勝とブレイクした。ダルビッシュ優がメジャーに流出した日ハムも、 その翌年の2012年に3年ぶりのリーグ優勝している。3年連続で0勝だった吉川が14勝するなどした。エースが抜けたことで眠っていた戦力が掘り起こされてチームがまとまるという不思議な現象がプロ野球では起きる。他の選手にチャンスが広がり、俺が俺が、と空いた椅子を越し淡々と狙っている選手のテンションは上がります。誰かが出てこないといけない。そして、 我々もそこを見極めなくてはいけない。ピンチはチャンスなのだ。次回へ続く、分析、本郷洋一、ロンスポ、スポーツタイムズ通信社。